かのメロディーにグリシュークプラトフカップル。昨日のコンパルソリーダンスでは2位のこのカップルです。井原さん、はい、ものすごいカラフルな衣装なんですがね。だそうですね、まあ、各選手も課題がサンバということで、まあ、その曲とステップと、まあ、その構成でそのサンバを表現するため衣装までもね、非常に考えて持ってきてますね。アイスダンスは必ず2人が寄り添って体がくっついていなくちゃいけないというのがありますね。そうですね、やはりどうしてもステップを踏むときに遠心力が働きますんで、離れてってしまう、2人が離れてってしまう傾向があるんですけども、やはり上手くなればなるほどやはり、まあ、ぴったり、ステップが合いますね。足元見ていただくと分かると思うんですが、非常に歯切れがいいですね。あ、これはサンバ踊るときは非常に必要なことですね。ここは結構遠心力で引っ張られて難しいところですね。女性の表情が豊かですね。もう本当に体全体で踊ってますね。